それでは今回も命をかけたゲーム、ソーザビデオゲームをプレイしていきたいと思います。前回までのね、おさらいとして軽く説明させていただきますと、主人公がね、いきなり、顔面にね、トラバサミをつけられた状態で、それをね、なんとかギリギリね、外して助かったんですが、この場所からね、この場所から脱出するためにさまざまなトラップを攻略しなければいけません。またこのね、主人公の体の中に鍵がね入ってて、他のサバイバーたち、同じようなね状況の人たちに命を狙われてるっていうね、そういうゲームです。さあ先に進みましょう。こっちだね。明かりは確かつけれたような。あ、つけれた。よし。とりあえず道なりに行きましょう。そんなに迷うゲームでもないとは思うんだけど。これは？あ、ここを使うとあそこが開くってことね。アンロック。何かしらこのスイッチを押すのにアイテムが必要ってことね。これか？これは違うね。形状は違う。これも違う。ここは確か開封が入ってるやつだよね。これも何もない。こういうね、急にね、扉を開けてショットガンバーンってね、ぶっ放されることもあるんで、慎重にね、ドアを開けた方が大丈夫。ここは大丈夫。何のして、あ、確か精神病棟かなんかだったよね、もともとがね。それはこんなでかいわ。これは開けばいいのか。ノート、ブラックアウト、ドクター、ドクターノート、患者は34歳で、2年間結婚してる。で、奥さんが、4ヶ月妊娠してる。まあ、なんかこの人の話ってことね。長いな、文章が。で、なんかうつ病で、自己愛性人格障害ってこと。アスペだね。アスペだっていうこと。これ誰のメモ？これジグソーの話か？ちょっと別キャラの話かな。この扉は開かない。あ、なんか松葉杖が。おお。懐かしい。昔怪我した時ね、使ったけど、学校持ってったらね、クラスメートにおもちゃにされてね、松葉杖をさ、勝手に持ってかれて。おお、鳥が。お前の松葉杖くせえくせえ言われてさ、知らんわって、もともと臭かったんだよっていうね。病院から借りた時から臭かったっていう、どうでもいい話だけど。わ、あー、来た、危ない。これを押し間違えるとショットガンバーンってね、ぶっ放されるんだよね。これで回復。ここは何、トイレか。またトイレか。おおお、そう、ガラスがね、ガラスが落ちててね、踏んだらダメージ入っちゃうんだよね。あ、何もない。痛い。じゃあこっち側か。なんかいそう、怖い。まあ、いろんなトラップがね、あるからね、慎重に行かないと。また声が。うん。あなたを解放するためにここにいる。なぜ？彼は選択するために。で、あなたの人生を。ここか、このビデオか。ほう。ダークネス、暗闇が点灯するみたいな。なんかありそう、ここ。
今のビデオは何なの？ちょいちょい見せてくるけど。あ、今なんかあったぞ。これはヒューズ？ヒューズをどっかで使うんだな。前も使って鍵を開けましたから、隅々まで見よう。あ、ここだ。 あった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 。これでどっか明るくなる。おお、これ何？明るくなったけど、なんか謎解きのヒント的な感じ。うわー、爆弾があるよ。だいたいこういう時はね、謎解きの。あ、またこのボイスレコーダーがあります。パズルの鍵となるのは、あなた、異なる場所。異なる場所。え？あ、このロッカーを開けろってこと？このロッカーのどれかを開ければいいってこと？さっきのやつは明らかに銃のマークしてたよね。他のを開けたらどうなんの？ちょっと興味本位で。ダメなのね。爆発しちゃうんだ。ちゃんと正解を当てないといけないってことか。まあ、そんなに難しい謎解きっていうか、気づいたら謎を解いてたって感じだったね。まあ、そんなに序盤だから難しくないのかな。そのまんま銃を開ければいいんだよね。いいのかな。また爆発しちゃわないよね。引っ掛けとかじゃないよね。いくよ、開けるよ。お、そのまんまじゃん。あ、で爆発するんだこれ。どっちにしろ爆発しちゃうんだ。どうしよう、ここだけ、ここら辺だったら安全かな。じゃあこの死体を肉壁にして。おお、そうってこんな爆発したっけ。そう、こんな爆発物なかったような気がしたけどな。ここか、新しい道は。違う、なんで出てんの。またモニターがあるよ。これは関係ない。もうここに爆弾がある。どっかで起動しちゃう。でもなんか作り忘れかなんかかい。爆弾置いたはいいけど、なんか仕掛けんの忘れてたパターン。まあ行きましょう。これでさっきの上のやつは開けれるってことか。扉を開くためのなんかパネルっぽいやつ。あ、なんか聞こえたぞ声が。何？あ、こっちから行けない。なんだ？おーい、今誰かいなかった？ジグソー？どこ？ここ登れる？あー、声が！あ、いたいた、なんかゲージが、赤いゲージが見えた。あ、なんかいるぞ。こいつほっといて大丈夫？いいやつ？攻撃してこないぞ。あ、なんかいいやつそう。じゃ、ついてってみよう。何なんだ？何うろちょろしてんの？いっか。頑張れよ、お前も。お前も頑張って生き残れよ。こいつは、この主人公の体の中に入ってる鍵は必要じゃないから殺しに。かかってこないってことか。まあいいや、ほっとこう。なんだかわかんない、後から出てくるかもしれないんで。
よし。この、バツで、あ、こうやって回って、ここの中央の、このやつにつなげればいいってことか。これで、あとは、なんか、あ、これか、これを回せば、おお、なんだよ、三三一のチークじゃん、これ。三歳児、四歳児がやるやつじゃない ?IQ サプリでだったら、70、80ぐらいの。あれ?開いてない。あ、これか。このスイッチを押して、開くんだね。試されてるわー。これチンパンジーの実験室とかじゃないよね。こっちで合ってる。ちょっと明かりをつけて。あんま明るくねえんだよな。いててい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 て。ちょ、ライター気をつけてよ。引きつけないでよ。ああ危ない。ちょっと前にね、変な事件があったから、火の扱いは気をつけてね。もうここの壁もろいな。何も出てこないよね。何も罠ないよね。うわ、なんかある、なんかある、なんかある。うぅ、何?ああ!なんか変なおっさん来た!え?ドアのボルトは十分じゃないから、このオブジェクト箱を使えってこと?え、ちょっと待って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 。まず閉めて、閉めてからの、閉めてからの、早く早く!よし!これでさっきのおっさんが入ってこれないってことか。うん!でも自分もいけねえんじゃねえ、こっち側。おっさんいる?あ、おっさんいる、おっさんいる。ほら、こら。来いよ、こっち来いよ、この野郎。おい。おい。お前が来いよ、おい。どうした?ビビってんのか?ふう。めっちゃ挑発してきてんな。お、来いよ。お前が来いよ。この金網乗り越えて来いよ。ほら、あれ他に道ないよね。ってことはあそこ通るしかないってこと。いいのか、スルーでいいのか。こっちはまだ行ってない。あ、いいのか、あのおっさんは放置でいいのか。これは、あ、これが、え、何これ。これトラバサミのやつじゃないよね。これで。The desk in front of you holds the badge of the partner you failed to protect. 机にあなたが守れなかったパートナーのバッジがある。あなたが保護しないことを選択した証人を解放します。彼女の名前覚えてますか?それパートナーのバッチってこと?警察のね。うわー、なんだこれ、気持ち悪い。さっきのおっさん気になるな。おっさんも様子見に行けないか。いっか。そこで餓死しちゃうのかな。おっさん気になる。定期的にパンとか牛乳とか届けに行きたいな。死んだら後味悪いし。いっぱいテレビあるぞ、ブラウン管の。俺もここに捨てに行くかな。1分、1分で、この3桁の
ちょっと待ってよ、どうすんの、このまた爆発するやつだよねきっとね。あれなんかないの、ヒントが。ヒントはここか、ここにいれば安全なのか。よし、ここに、ここによ、ここによ、ここにいれば。あーてか爆弾あるし、もう爆弾あるって。ちょっとちょっとちょっと、あっ、ヒューズあった、ヒューズあって、ここにあったよね。で、どうすんの、それどっか扉開いた。あっ、このテレビの5 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9、あと、あー、やばい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 、5 7、開いた、あ、危ねえ、あー、何秒、0.2 秒、24秒、うーわー、これはビビったわ。はぁ、ちょっと一息つかせてください。はぁ、この鍵はどこの鍵、何？なんか来たぞ、な、さっきのおっさん？違う、豚。これは層に出てきたよね、この豚ね。これさっき、さっきの場所じゃない？最初の今回のスタート地点の、あ、やっぱりそうだ、ここのフリーダム・イズ・アン・イリュージョンのところだ。あ、ここの鍵か、そういえば前回開かなかったもんね。降りてって、これか？またこれ長いやつが、彼は、私の命を救いました。これらは若いアマンダが口にした、言葉です。あ、新聞の記事かこれは。アマンダってあれだよね、映画版で一回捕まってもっかいまたジグソーに捕まってのやつだよね。でジグソーのまあなんちゃらかんちゃら、まあそこらね、ちょっとネタバレになるんで言わないですけど、こっちは今まで、ジグソーは、人を生かした、生きてる、ジグソーに捕まって生き残った人はいない。で、アマンダは唯一の生存者。まあ、ここは原作と一緒ってことだよね。その話がどこでつながってくるのか。確かこれは、このゲームは1作目と、映画版の1作目と2作目の間の話らしいんで。あなたの人生、何が、私は知らないみたいな。ヘルプミー、ここか、ここを最初の方で見つけた。こいつがアマンダってこと？あんまり実写版と似てないけど。お、来た、こんにちは、アマンダ、あなた覚えてます、あなた一度したレッスンを忘れた、ドラッグで体を壊した。今あなたを救う。毒を注射。で、この装置で解毒剤が入るってことね。で、気をつけて、間違うと、調合を間違うと危ないっていう。自分の人生は自分で勝ち取れ。
要するに毒を注射されて解毒剤を入れろってことね。こういうゲームってことか。左が赤、右が青っつってたよね。L ボタン、L2 ボタン、R2 ボタン。L2 を押すと赤いのが出る。出た。これでいいの？あ、なんか2個出ちゃった。あ、連打するとダメなんだ。あ、赤いのが右に行っちゃうと失敗ってことね。これスライドしていくんだよね。ってことは青1個入れて、そうにしては地味だなこの仕掛け。次は赤、もっとドバッとさ、ねえ、血が吹き出るやつ欲しかったけど、こういう感じね。これで解毒していくってことね。こう、次も青、次も青。何回で終わるんだろう。で次は赤で、この次も赤で、次は青。あ、なんか溜まってきた。このやつが溜まるまでってこと。次は青。終わり？だからなんだよこれ、チンパンジーの実験じゃん。謎解きじゃないよ。次は赤ね。次も赤。あれ？あ、二段線になったんだ。次青で、次赤、ポン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 行きましょう。で次青で、次も青で、青、赤、赤、赤、青。よし、これでクリア。おお、大層な仕掛けだけど地味だな、やってることが。まあ、映画版にないようなね、仕掛けっていうことで作ったんでしょうけど。 It's okay. You're okay. What did you do to me? What did you do? I'm not him. I'm not the one who... It's okay. I'm okay. I know. Look, we have to play by his rules. I saw him. 見て。I saw him. Who is he? What did he look like? That's all you care about? I just nearly died. 何のように見えたん? We're all here because of you, detective. 私はほぼ死んでいた。そして私はこれから、私たちはこれからが地獄、こっからが本番っていうことね。まだまだ脱出できないってことですよ。でもさ、君さ、ちょっと一つ大事なこと忘れてない？お礼は？一言感謝の言葉もないの？助けたのに。なんか言いなよ。こっちが命張って助けたのに。センキューはないの？センキューはやろう。それでも言わないかい。さあ、このあとこんなやつをね、無事脱出できるでしょうか。今日はこの辺で一旦お開きにさせていただきます。また見てください。バイビッ。